PG 加圧Q シリーズの使用方法をご紹介いたします。ニュートリーの PG 加圧Q シリーズと EJ 連結チューブ2を医師の指導によりお使いの方へ。この動画は正しい使用方法をご理解いただくことを目的としています。必要な機材を準備します。使用する前に毎回点検してください。汚れがある場合は水またはぬるま湯を浸してよく絞ったガーゼなどで速やかに拭き取り、乾いた柔らかい布などで水気を拭き取ります。アルコール、消毒剤、液体洗剤などを接触させないでください。使用前点検として、1、破損、特にメッシュ部分にひび割れ、変形など劣化が認められないこと。2、加圧バッグ Q をPG 電動ポンプ Q と接続し加圧できること。また加圧後に空気漏れがないこと。3、加圧した時バッグおよびエアーホースなどから漏れがなく圧力ゲージが上昇すること。4、加圧された状態で三方滑線のハンドルを回し脱皮した時圧力ゲージが元の位置まで戻ること。以上の4点を確認します。この動画ではニュートリーの PG 加圧Q シリーズと EJ 連結チューブ2の使用方法を説明します。栄養剤を準備します。栄養剤の容器が破損・液漏れしていないこと、キャップの外れがないことを確認します。栄養剤を持つ場合はキャップ部分だけを持って動かさないようお願いします。とろみ状栄養剤の場合は縦に10回程度振り混ぜましょう。左右どちらかに180度回転させキャップを取り外します。キャップが外れ先端部から内容液が出ることを確認します。栄養剤の抽出口に EJ 連結チューブ2の連結ジョイントをはめ時計回りにねじって接続します。 EJ 連結チューブ2の先端アダプターのところまで栄養剤を満たしクレンメを閉じます。 PG 加圧バッグ Q の栄養剤容器挿入スペースに栄養剤を入れます。均一な圧力がかかるように栄養剤の容器の端部をメッシュの端部に合わせ挿入スペースにセットします。 EJ 連結チューブ2を移動チューブに接続します。移動チューブを回した場合ねじれや折れの原因となるので移動チューブを保持し EJ 連結チューブ2の先端部を回して接続します。接続は過度な締め付けを避けてください。移動チューブから外れなくなるまたは破損の原因となります。PG 加圧バッグ Q のエアプラグを PG 電動ポンプ Q のエアホース接続部に差し込みます。 PG 電動ポンプ Q の電源を入れます。三方滑線を送気側に回します。開始・停止ボタンを押し加圧を開始します。バッグが膨らみ圧力ゲージが出てきます。一定の圧力になると自動的に送気は停止します。加圧が終わったら三方滑線を圧力維持側に回します。電源ボタンを押し電源を切ります。これで投与準備は完了です。 EJ 連結チューブ2のクレンメを開け投与を開始します。栄養剤の残りが多い場合は再度加圧を行って投与します。三方滑線を脱皮側に回し PG 加圧バッグ Q の空気を抜きます。栄養剤をバッグから取り出し
残りを絞って注入します。栄養剤をこぼさないポイントは、栄養剤の抽出口を上に向けキャップを外すことです。キャップを引っ張ったりしないようにします。栄養剤の抽出口を寝かせたままにしておくと内容液がこぼれるのでご注意ください。チューブ外れを防ぐポイントは、胃ろうチューブと EJ 連結チューブ2などの経腸栄養注入セットをしっかり接続することです。この時チューブのねじれがないかを確認します。効率的に栄養剤を加圧するポイントは、栄養剤を PG 加圧バッグ9の栄養剤容器挿入スペースに入れる際、栄養剤の端をメッシュ部の端に合わせて左右中央に配置することです。栄養剤を直接胃ろうチューブに接続する場合は、栄養剤はメッシュ部の端より少し内側に入れ中央に配置します。栄養剤容器をメッシュ部からはみ出してセットしたり折り曲げてセットすると、栄養剤容器が破損する恐れがあります。